やっほー、皆さんこんにちは、あやかです。今日はね、今パソコンに向かってちょっとお話をしているんですけれども、今 PR 申請のためにちょっとアプリケーションフォームを入れてたんですけど、いろいろ書いてたんですけど、ちょっと息抜きしたいなってことで今お話しさせてもらってます。あ、レイラです。レイラー、さっきからさ、すごい同じことばっか聞かれるんですよ、このアプリケーションフォーム。なんか自分の名前また書くんかいみたいな、親の名前また書くんかいみたいな。もうさ、量が多い。確かに見てみたらね、今パッと見てみてすごい量が多いなって思ったんですよね。でもうちょっと簡潔にしてくれやって思うんですけど、ガバメントさん、簡潔にできますよ。もうさ、なんか難しいっていうより本当に埋めるの大変やなって感じですね。うん、でパッと見た感じ、確かに難しくはなさそう。で、あの、私の周りの PR 取った人って何人かいるんですけど、みんな自分でやってるんですよ。で、無事に取れてるんで、まあ、確かに自分でできるわなって感じなんですけどね、できそうな感じです。なので今から PR 申請する人で、一回ちょっとアプリケーションフォーム自分で見てみて、できそうやったら自分でやったらいいんちゃうかなって思います。まあ、あのミスとかあったらね、ちょっとややこしいから、安心を買うのではエージェントさんとか、あのもう全部丸投げしていいと思うんですけど。で、今回ね、私は、イミグレ専門の弁護士さんと日本のエージェントを両方ちょっと、まあ、お話ししてみて、でエージェントの方はとりあえず今のところ、コンサルを使います。3万円で3時間、あのいろいろ質問とかできるってやつを使って、基本的には自分たちでやりますって感じにしようかなって思ってます。で、その日本のエージェントさんに聞いた中では、なんだかんだトータル含めて60万ぐらいかかりそうやなってイメージでした。多分40万ぐらいでやってくれるんですけど、それプラスなんか健康診断にとか、そのビザ代にとか、なんだかんだプラスして60万ぐらいで、ガチャクぐらいでできるんちゃうかなっていう印象でした。で、イミグレの専門の弁護士さんは80万。高いって感じなんですけど、前、なんかどっかの動画で言ったかもしれないんですけど、パパが結婚歴があって、ちょっとそこら辺がね、ややこしいんですよ。普通の顧問労申請とかより。なので、で、どっちにしろ、その申請するときに、ちょっと弁護士さんからの書類は絶対必須だったんですね。なので、それをもらいました。で、あんまりね、特殊な状況の人っていないかもしれないんですけど、多分その1回 PR を誰かにね、スポンサーした人は5年ぐらいスポンサーができないみたいなルールがあったりとか、いろいろちょっとややこしいんで、よし、一応ごもんレイラおいたんだん、 OK。 そう、なんかいろいろ難しいんですよ。私のパパはフィリピン人の人と結婚してて、でフィリピンって離婚できないみたいな文化、多分法律では決まってないんですけど、その離婚できない文化みたいなのがあるんですよ。だから籍抜いてないんです。カナダでは結婚してない、なくって、フィリピンでは結婚してて、でも婚姻関係になくてみたいな、で離婚したくてもその文化がないから奥さんにしかとされてるみたいな感じの状況なんですね、簡単に言ったら。だからフィリピンでは多分今籍があるみたいな感じなんですよ。そう。で、だから結婚、もともと私結婚したい、したくないので全然いいんですけど、コモンローで。もし結婚して PR するってなると、それはまた話が違ってくるらしいんですね。その離婚をちゃんと成立させてからじゃないと PR が申請できないんですけど、コモンローの場合は、その妻と事実婚にないっていう関係を証明するドキュメントを
その弁護士さんからちゃんと公式に発行してもらわないといけないっていうのがあって、でそれでパパは必要だったんですね。でそれを無事にもらいましたと。それも2万ぐらい出して書いてくれました。ちゃんとハンコも押してみたいな公式なやつを書いてくれました。で日本のエージェントを頼むにしても、その書類は絶対必須です。特殊な 私みたいな、状況の人いるか分かんないんですけど、もしそういう人がいたらご参考までにってことで、ね、そうで、コモンドの場合はその PR は申請できますと、スポンサーできますよということでした。そのコモンドと結婚って本当にあまり差がないっていうか、もうほんとんど一緒なんですけど、まあそういうことでしたね。そのイミグレ専門の、弁護士さんに聞いたところ。はい。まあパパがそういう経歴があるし、一回前にね、そのアプリケーション提出、コンプリートはしてないんだけど、ですけど、トライしたことがあって、まあちょっと若干慣れてると。なので、今回私たちは自分たちで基本しますということでね、やってます。で、今ざーっと見てみて、質問とかね、ちょっと質問があるところは、ちょっと書き出して、どこのセクションの、このクエスチョンはどうやってやったらいいですかみたいなのとか、書き出して、で、その日本のエージェントさん3時間使えるから、それで使おうって思ってます。で、もしかしたら、そう、日本のね、某エージェントさん3時間コースみたいなのを使う人がいると思うんですけど、まず、自分で全部やってみて、いきなりズームでインタビューするんじゃなくて、一回全部自分でやってみて、で、終わった時に利用を開始した方が賢いかなって思うので、もう本当にしんどい。ね、もうさ、私、カナダさ、すごい、もう5年いるんですけど、6年いるんかな。ですけど、まだわからないこともいっぱいあるし、なんかこの前なんか MSP をね、更新しなきゃいけなくて、新しいね、ビザをもらった時に、HSBC に行ったんですよ。で、そしたらね、仮の MSP カードもらったんです。その自分の写真がないやつ、カードもらって。で、その、なんかエクスパイアデーとかもちゃんと書いてて、番号とかも書いてて、サインももらったやつをもらったんですけど、 なんかそれがアクティブになってないっていうことがね、この前分かって、なんていうの、お医者さんに行ったんですよ。で、その場では使えたんです。そしたら、多分システムで使えませんってことが多分弾き出されたのかなんかで、家にね、その支払い請求みたいなのが来たんです。で、そこで初めてアクティブじゃないっていうのが分かって、で、また HSBC 行ったら、次 MSP の、オフィスに行ってくださいって言われて、分からへんから。で、行ったら、どうやらなんか私はそこに最初から行かなきゃいけなかったみたいで、でさ、そしたらさ、なんでさ、その、使えない仮の MSP を HSBC の人は渡したんでしょうかね。いまだに謎なんですけど。で、しかもさ、その時にさ、言ってくれたらよくない？オフィス行く必要ありますよ、みたいな。言ってくれたらよくない？レイラ。どう思う？ What do you think？ ん？ドーナツ？ドーナツ。I want a donut too. Me Me too. Hey, hey. Me Me too. I want a donut. そう、ね、教えてくれへんや。へって感じじゃない？でもさ、そこでちょっとイラついてさ、私、すぐイラつく。そういうとこ行ったら。で、そこでさ、なんでじゃあ、その、使われへん、その仮のやつ、HSBC の人くれたんですか？みたいな。で、その時何も言ってくれなかったんですけど、みたいな感じで、ちょっと喧嘩腰になっちゃってね、ついね。なりませんだって、なんでそんなさ、使われへん仮 MSP くれるわけ？意味わからへんねんけど。未だにほんまに意味わからへんねんけど。で、まあ、とりあえずね、その場で、更新し直したからよかったんですけど。で、そしたらね、私の、レイラ、子供の MSP も切れてんで、みたいな言われて。え？ってなって。で、いやいや、レイラカナダ人やけど、みたいな言って。
でもレイラまだ2歳半で、みたいな、何も通知も来てないし、みたいな感じだったんですね。で、私レイラの MSP カード持ってて、そのエクスパイアが2027年っていうのを知ってたから、みたいな、どういうことみたいな感じ言って、でそしたらもう一回調べ直してくれて、そしたらちゃんとカードの記載されてる通り2027年で、で更新が必要って言われたんですね。もうどういうこと、なんか分かってないやんその人も。レイラの MSP 切れてないのに切れとるとか言われてさ、なんかそういうのも自分で把握して言わないとやってくれへんから、でそこでさ、あそうなんですねって言ったらそこで終わっとったし、私がいやそんなはずないって言ったから調べ直してくれたからよかったけど、本当にそういうことあるのがカナダっていう、もうカナダの愚痴言ったらほんまにたくさんあります。そういうこといっぱいある、意味わからんくない。日本でさ使われへん仮の保険なんか出す、そんなことせえへんくない、何のために出すの、いまだにほんまにようわからへんねんけど、何がしたかったんやろ。すいません、なんか愚痴ばっかり。カナダいいとこですよ本当に。あのストレスあるんですけど、こういうストレスはねあるんですけど、それはカナダだけじゃなくて多分海外生活をする上ではもう切って切れないと思います。本当にしょうがない。でも本当にベースのなんていうの、生活水準っていうか、そういうのは本当にストレスなくて住みやすいしいいなって思います。日本は日本ですごいいいとこあるし、カナダはカナダですごいいいとこあるけど、私はね日本にいた時は常にストレスとの戦いだったので、今はそれから解放されたから、すごい私は暮らしやすくて好きだから、これからも今のところはカナダに住んでいこうかなって思いますけど、 PR も取ってね。でも私この前もね、なんかちょっとちらっと違う動画でお話ししたことあると思うんですけど、ちょっと次のステップに行きたいっていうことで、まあ保育士は続けつつ、いろいろ自分をねステップアップさせていきたいなっていうのはあるので、それでちょっと日本半分カナダ半分とか行けたらいいなみたいな、そういう生活でが目標、次の目標をちらっと言っときます。はい。そういうちょっとフリーランス的な感じで、そういうのができたらいいなって思っておりますけれども、まあまあ頑張らなきゃいけないですね、まだ。とりあえず本当に保育士、カナダで保育士として働くっていう夢はもう達成して、今のところ満足してるんですけど、ちょっと次のステップ行こうかなって思って、そんな感じで、いろいろ考えております。ということで今日はもう PR のね申請をしてますということで、 PR とかそのエージェントとかにさ、ちょっとちらっとカナダのそのシステムの愚痴とか言ったんですけれども、お付き合いくださりありがとうございます。またもう PR は取れたらお伝えしようかなと思います。ちょっと時間がかかると思いますけれども、はい。ということで皆さん、これからね PR とか、何就労とか申請する人、頑張りましょう一緒に。なんか夢は本当に諦めんかったら絶対いつかチャンスがあると思ってるんで、全然厳しいけど就労ビザとか特に、でもこれからあのチャンスがね、諦めなければあると思いますので、海外生活の方皆さん頑張りましょうということで、はい、今日は、お付き合いくださりありがとうございました。ちょっと今からまた、アプリケーションをちょっとでも進めていきたいと思います。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。